マーカス君。よかった。約束通りに会えて。近いのね。本当に？水族館の中とアシカショー、どっちがいいかしらね。迷うな。嬉しい。私もそう思ってたところなの。さあ、早く行きましょう。あのアシカたち、調教師さんのことを全面的に信頼しているみたいね。やっぱりそう思う。見ていて微笑ましいくらいよね。あのね、お願いがあるの。もう一回見たいんだけど。本当？ありがとう。はあ、かわいかったな。何度見ても飽きないわ。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ、行きましょうか。相変わらず混んでいるみたいだけど、少し涼んでいきましょう。やだ、ごめんなさい。何でもないから気にしないでね。そういう話を待ってたわ。面白そうな話ね。もっと聞かせて。ええ、好きよ。奥が深いから、いくら勉強してもキリがないのよね。少しここにいたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。